クイーンのリードシンガー、フレディ・マーキュリーリスペクト芸人、スベディ・マーキュリー。2016年に大井町笑顔特派員に就任。笑いを通じて地域活性化や健康増進を図るため、大井町と吉本が協定を結び、その特派員として任命された。大井町のためになることならとにかく何でもやるっていう。今日スタートするプロジェクトがありまして、大井町ふるさと劇団でございます。大井町にゆかりのある方が劇団員となって、吉本新喜劇にチャレンジする、町民がこうね主役となってやる、このね町づくりみたいな。約2ヶ月間稽古に励み、ついに本番がスタートする。ノリに乗った演技を見せる劇団員たち、大盛況で無事終演。今日のねこの公演を見てこのステージに立ちたいという方いたらですね、ぜひまた一緒にちょっと盛り上げていただけたらなと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。次回も楽しみにしてます。出てみたい。団結力が結構やっぱすごいですよ大井町は。嬉しい。やってる演者さんたちがもうやってよかったって言ってくれる、その言葉で僕は救われています。本当に今までで一番の本番をお見せすることができたんじゃないかなと。数日後、スベリーの元を訪ねてみた。お疲れ様です。ちょっと今までですね、みんなで作るスベリーフェスティバル、そして大井町ふるさと劇団やってきたんですけど、次にやりたいことちょっと決まってきました。やっぱ大井町って楽しいことが大井町なんだよっていうことを実感すると、同時にですね、やっぱそれをこうもっと前面に滑りちょっと頑張って押し出していきたいなっていうのをちょっと改めて思いまして、大井町ってやっぱこう何が強みなんだろうと思った時に、都心からほど近い距離にある、まあ、自然豊かな町っていうのがやっぱ強みだと思うんですよ。まあ、車だとまあ高速使ってだいたいまあ1時間かかるかかかんないかぐらい、電車だとまあ1時間半前後とかで、まあ、実は来れる場所 で、まあ、そういったまあ近い距離に、まあ、この豊かな自然があるっていうのがやっぱ大井町らしさ、大井町の強みだと思って、自然を生かしたエンターテインメントちょっとスベリーがやっていきたいなと。で、実際の大井町ですね、自然を生かした体験プログラムっていうのを、まあ、たくさん作っていて、まあ、スベリーもあの盛り上げだとかお手伝いで、まあ、たくさん参加させていただいたんですけども、その参加者の皆さんがですね、都市部の方々だとこう実際に畑の土に触ったことがないとか、田植えをしたことがないとか、みかんをこう実際に自分の手で剥いだことがない、取ったことがないとか、まあ、割と大井町では身近な体験が都市部の方には非日常体験だったりするので、こんな楽しいことあるんだみたいな笑顔がすごい印象的で、まあ、スベリーもちょっとそういったものを作りたいなと。実は資格も取っております。ニールリーダーっていう資格なんですけども、日本語で分かりやすく言うと、あの自然体験活動指導者っていうものなんですけども、2022年1月体験活動指導者養成講習会に参加したスベリー。体験活動全般を実施する上での基本やリスクマネジメントを学び、魅力的な体験の作成、楽しく安全な指導を可能にすることを目指す。また初日に参加者は3つのグループに分けられ、3日間で各グループ1つの体験プログラムを完成させなければならない。4日目に実践し合格すればニールリーダー資格取得となる。スベリーのいるグループが行う体験プログラムは竹で万華鏡作り。私がさせていただきます。はい、改めまして本日は、竹で万華鏡作りお越しいただいてありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、これからですねちょっとあの皆さん初注意だとか、ちょっと今日の全体の流れなどを説明させていただきます。スタッフの杉田と言います。よろしくお願いします。お願いします。あ、惜しみない拍手ありがとうございます。一緒にですね、体験プログラムを行っていきたいと思いますので、先ほども言いましたけども、トイレに行きたいだとか、あとちょっと体調悪いなとか、ちょっとなんか怪我したのかなっていう方いたらですね、はい、我慢しないで、無理せず、スタッフの声をかけてください。
他のグループもそれぞれ完成したプログラムを発表していく。すべてのグループが発表を終え、講師の若林先生から好評をもらう。私が始まるときに挨拶とか、そこにいろんなことがあるじゃないですか。あれは全部完璧にこなしてた。だからここのチームは、初っ端だけは減点が一つもなかった。中盤からすさまじい勢いで行っています。はい。厳しい好評をもらったものの、なんとか無事、合格をもらうことができたスベリー。終了賞、杉田宗弘殿、いかがと思います。おめでとうございます。おめでとうございます。でこのニール の研修を受けた上でやっぱ一番印象的にだったのが、何をきっかけに作ったらいいんだろうっていうのが、地域の課題、困りごととか、まあ、そういったのをあの元にして体験プログラムを作るみたいなのがあって、スベリーの参加したので言うと、あのみかんの木丸ごと一本総模擬体験っていうあのプログラムがありまして、まあ、これは今そのみかんの木本当にもう全部あのみかん取って、もうみかんの木丸裸にするっていう、全部もがないとあんまよろしくないホルモンみたいなのが枝にこう蓄積されて、まあ、次の年のその収穫の量がまあ減っちゃったりするっていう。高齢のねみかん農家さんとかだと、それこそね広大な畑とかがあると結構やっぱ大変だ、重労働だということで、じゃあ、まあそれを体験プログラムにしましょうということで、まあ、参加者を募り、あの参加費をいただいて、もう全部もう広大なそのみかん農地のみかんを全部その参加者の方にもいでもらって、まあ、それをまあ参加された皆さんで山分けみたいな、大井町でも割とこう人気の体験プログラムなんですけども、まあ、しっかりとみかんも全部もいでくれるし、あのそこでそのみかん農家の方にまあ報酬という形でお支払いもできるし、こう地域課題を解決しながらめちゃくちゃ素晴らしいこうなんか体験のエンターテインメントが成立してるなっていう。じゃあ大井町の困りごとなんだろうってちょっと考えた時に、実はすべりですね、あの大井町笑顔特派員っていう肩書きと、実はもう一つ肩書きがありまして、ノーアル暮らしコンシェルジュっていう、まあ、今までやった具体的な活動としては農産物品評会っていう、まあ、それの動画をちょっと作成したりとか、あとは、大井町の季節の農産物を使ったレシピを募集しまして、まあ、そのレシピを実際にこうスベリーがこう料理チャレンジして作っていくみたいな、スベリーズクッキングっていうね企画をやったりとかしてるんですけども、まあまだねちょっとコンシェルジュっぷりが足りないなとちょっと自分ではやっぱ思ってるんですよ。なので農家の方々の困りごとというか、こういうところがちょっとなかなか大変ですっていうのをちょっと一回聞いてみて、でそれをなんかこう解決できるような体験プログラム、体験できるようなこうなんかエンターテインメントにこうなんか昇華させたものをちょっと作っていきたいなと。なのでちょっと実際にね、農家の方々の声聞いてみたいと思います。はい。今日はあの滑り。あの大井町の若手の青年就農者の皆様とちょっとお話をする中でちょっとお話を聞きたいと、改めまして大井町笑顔特派員のスベリーマイケルでございます。今後こうしていきたいみたいな、なんかちょっとワクワクするお話も聞けるんじゃないかと思ってちょっと楽しみにしておりますので、はい、ちょっとぜひあのこれを機会にですね、ちょっとご挨拶なども兼ねて、あのいろいろとちょっとお話をできたらと思います。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。農業の現状や大井町での課題、新しい取り組みについてなど、さまざまな話し合いが行われていく。大井ってなんかこう体験を、あの収穫体験とかですよね、やる土台はめっちゃ固まってて、うん、ただその畑がないっていうのが現状なので、うん、もっとこういろんなこういう団体うまくこうつながってやれば結構フィールドとしてはいいとこだなって、うん、今ちょっとみんなね自然いいって言うんですよ。まさに今70代80代の方が必死になって農業をやってきてくれたから環境良かったんですよ。ノンアル暮らしコンシェルジュって一応
肩書きも一応いただいて、皆さんがこうなんか作ってくれる素晴らしいものを、多分僕ができることは見せ方というか広げ方というか、あの提供の仕方だと思うので、なんかそういった部分でなんかちょっとご一緒させていただけたら嬉しいなと思いますので、引き続きよろしくお願いいたします。お願いします。今日どうもありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様でした。すごい、はい、真面目な会議。そうですね、ちょっとわからないことも結構多かったんですけども、なんかあ、農業ってこんな大変なんだなっていうのは、なんかねこう困りごとだとかをこううまくこうね、滑りならではのこうなんかエンターテインメント的なものにね、ちょっとこう変えつつお手伝いできたらなと。もちろん美味しいね、お野菜、農産物、これもねこうたくさんの方に食べていただけるように、手に取ってもらえるようにね、ちょっと滑り一緒に手を取り合って頑張っていきたいと思います。はい。